上書きに気をつけろっち。妄想級っち。一丁。セーブポイントっち。忘れずにしとけっち。敵がいるっち。どうするっち。楽に行こう。ぶっ飛べ。やるだろ。あいつらなんか話してないか。ねえ琴美ちゃん、あなたきっと寂しかったのよね。何しに来たのよ。顔を見せないでって言ったはずだけど。まあ忘れるのも無理ないわ。二歩歩いたら忘れてしまう。
鳥以下だものね。琴美ちゃん、私と一緒にここから抜け出しましょう。正しい世界にはね、楽しいことがいっぱいあるのよ。クレープを食べたり、可愛い雑貨屋さんで買い物したり、洋服だって見に行きましょう。それにね、冗談じゃないわ。誰があんたなんかと。友達が欲しかったんだよね。ずっとずっと寂しかったんだよね。私と友達になろう。一緒に正しい世界へ戻りましょう。こんな場所にいつまでもいたらいけないの。こんな場所ですって、どこで何を聞いたのか知らないけれど、あんたみたいな女に私の何がわかるの。この童貞の傲慢女、今すぐ地球上から消えなさい。そのふざけた演技で私がコロッと落ちるとでも思った。バカにするのもいい加減にして。演技なんかじゃ、私は本気で。何が本気よ、偽善の極みだわ。そんな、私は偽善なんかじゃ。それにまだ昨日の質問に答えてもらってないわ。サキ、もうやめとけ。アサヒ、それにみんなも全部聞いてたぞ。確かにお前は偽善であんなことを言わないだろうな。だけどさ、琴美の気持ちも考えてみろよ。琴美をここから連れ出して、その後お前はここをどうするつもりなんだ。それはこの妄想を壊すのか。琴美が心から望んでいた妄想を。それは俺だったらそんな奴の優しさは受け取れない。違う。へえ、そっちの連中、少しは会話が成立するみたいね。でもな、琴美、サキは本気でお前と友達になろうと思っている。それだけは誤解しないでくれ。ふん。でもここを壊すつもりなんでしょう。だって妄想を壊さないと現実は侵食されたままなのよ。だけど私の理想の世界は壊れるわ。でも妄想が壊れても私は琴美ちゃんの隣に。サキ、やめろ。どうして止めるのよ。お前にはわからないんだよ。何がわからないって言うの。サキさん、今まで妄想を壊してきたじゃない。みんなのために世界を守ってきたじゃない。出たわね、本音が。そのみんなは一体誰なのかしら。みんなはみんなよ。私はみんなのために。サキ、どうしたっち。ピン君まで。ねえ、どうしてなの。私、何か悪いことしたかな。私たちが妄想を壊さなかったらずっと現実は侵食されたままなのよ。このままじゃ世界が。なあサキ、それは本当に世界のためなのか。分かった、ごめんね。私が悪かったよ。サキ、だからこの世界に私は必要ないんだね。え、サキさん。分かってるじゃん。サキ、待つっち。待つのは諸君らの方だ。ヤッホー。自警団。我々の邪魔をするなと警告したはずだ。忘れてしまったのだろうか。昨日やられてたくせに。あれは少し油断しただけだ。不意打ちとはカノンの卑怯な男だな。今日は二人なのか。油断なき今、こんな妄想など私とあかり君の二人で十分だ。そこをどけっち。戦いを放棄した仲間を追いかけるのか。実に弱き者たちだ。さきさきと喧嘩したの。ごめん、説明してる暇はないんだ。そこをどいてくれ。このままだと琴美さんが自警団に。諸君ら、戦いを放棄するのだな。するのだな。団長、あかり、無理を承知でお願いだ。今日のところはここを見逃してくれないか。リュウからもお願いです。何か悪い食べ物でも食べたのか。
我々自警団、諸君らの願いを聞き入れる義務はない。秋葉原のため、この妄想は即刻。うん、わかった。今日はもうアジトに帰るね。な、あかりくん、何を勝手に約束しているんだ。だって、団長がよく言ってるでしょ。困っている人の頼みは、何でも聞いてあげなさいって。だ、確かに言ってはいるが。頼むよ。この通りなんだ。仕方あるまい。今日のところは見逃してやろう。だが今日だけだぞ。絶対に今日だけだからな。秋葉原自警団撤収。撤収。これで琴美は安全だな。私がいつ守ってなんて言ったかしら。いろいろごめんな。あんたたちも早く出て行きなさいよ。ああ、そうすることにするよ。みんな急ごう。さっき追いかけるって。落とし物くらい拾っていきなさいよ。よし、先に電話してみよう。で、あれ、そういえば俺、サキの番号知らないや。あ、理由わかります。電話してみますね。おかけになった電話は、電源が入っていないか、電波の届かない場所に。つながりません。くそ、どこにいるんだよ。なあ、まだそう遠くには行ってないんじゃないか。よし、みんなで手分けして探そう。ダメだ、どこにもいねえ。リユの方も見つかりませんでした。どこ行ったっち。くそ、俺のせいだ。琴美のことを考えるばかりで、サキのこと何も考えてなかった。お前だけのせいじゃねえよ。リユも同感です。サキさんなら大丈夫って心のどこかで思っていました。サキはああ見えても普通の女の子なんだっち。どこにいるんだよ。なあ、もう夕方だし家に帰ったんじゃないか。いえ、でも俺家知らないぞ。リユも知りません。俺も知らない。こんなに一緒にいたのに、俺たちサキのこと全然知らないんだろ。そうですね、うん、オイラがいるっち。ピンク、オイラが見てくるっち。だからちょっと待っててほしいっち。ありがとうございます。ピンク、よろしくお願いしますね。任せろっち。サキのことならオイラが一番知ってるっち。ここで待ってるのもあれだ。スミレのエデンにでも行ってようぜ。それもそうですね。アケミさん、何か知ってるかもしれません。それじゃ行ってくるっち。ピンク、よろしくな。あら、おかえりなさい。どうしたの？そんなに浮かない顔して。その誰か一人いないみたい。そう、そんなことが。でもさっきは本気で琴美と友達になろうとしていたのに。年頃の女の子はね、難しいの。些細なすれ違いが大きな溝を生んでしまうの。ただいまっち。ピンク。そうか、いなかったってことだ。ひ
なあ、ピンク。サキのこと、俺たちに教えてくれないか。理由も知りたいです。どうしてサキさんは、こんなにも妄想を壊すことにこだわるのでしょうか。サキは誰よりも正義感が強くて、誰よりも優しい子なんだっち。あれは初めて妄想球でオイラと出会った時のことっち。妄想獣に襲われていたオイラをサキは助けてくれたっち。人間でも何でもないオイラはあの時一緒に倒されるべき存在だったっち。なのにサキは一人ぼっちのオイラに友達になろうって言ってくれたっち。友達か。妄想を壊すのも優しさの表れなんだっち。妄想は現実を侵食する危険なもの。そして私は選ばれた特別な存在だから、私が妄想を壊さなきゃ、みんなのために世界を守らなくちゃって口癖のように言ってたっち。だからサキは侵食する妄想を壊し続けたっち。もちろん誰にも言えずにっち。あんたたち二人でずっと頑張ってたのね。頑張ってたのはサキだっち。オイラは応援することしかできないっち。サキは本当にまっすぐなんだな。だからこそ琴美さんの思いとぶつかっちゃって。まっすぐな思いが傷つけたのは自分の心だったのね。自分の信じる優しさが否定されて傷つかないわけないっち。だからみんなお願いっち。どうかサキを見捨てないでほしいっち。当たり前だろ、サキは俺たちの仲間だ。サキさんがいたからリュウはここにいられるんです。ふん、俺はついてた。みんな優しいのはあんたたちも同じみたいね。あなたちゃん、今日はもう上がってもいいかしら。あ、はい、大丈夫だと思います。ちょっとだけ自信がないですけど。あけみさん、急にどうしたんですか。あら、わからないのかしら。あたしもね、サキを探すの手伝うって言ってるのよ。あけみさん、こういう時はね、焦っても無駄よ。みんなはもう帰って休みなさい。だけど。大丈夫よ、あとのことはあたしに任せておいて。ああ、うん。何かあったらすぐ連絡するわね。ありがとっち。それじゃあ俺たちは帰るか。明日もまたサキさんを探しましょう。そっか。なあピンク、俺と一緒に来るか。本当っち。一人じゃ心細いだろう。それにほら、俺一人暮らしだからさ。遅刻しないように見張ってるっち。ニートは余計だっつの。リンク、よろしくお願いしますね。それじゃあ、ケミさん、ありがとうございました。ゆっくり休むのよ。